貯金はまた貯め直せ。夫が告げた言葉は身勝手の極みだ。その貯金は娘のためだった。断じて夫が好き勝手するためのお金じゃない。だから私はその勘違いを正してみせる。それが別れる夫への最後の選別であり教育だ。え？もう振り込んでもらったよ。あなたの愛人から600万。は？義両親をも巻き込むのは心苦しいが、夫への教育なのだ。最後まで付き合ってもらおう。私の名前は日野明子。少し前に40歳を迎えたばかりだ。夫である亮、もうすぐ高校生になる娘の日菜と共に暮らしている。もっともこのところ亮については疑問符がつく状況だが、私と亮はもともと同じ大学に通っていた。最初私たちはさほど親しくはなかった。だが講義でよく顔を合わせ同じサークルになり、さらに就職先の会社まで同じともなれば、言葉を交わす回数も増えていく。そうしていくうちに、私と亮は互いについてよく知り、親しくなっていった。私たちはそれぞれにささやかな孤独を抱えていた。亮はあらゆる意味で古い考えの厳格な家で育ち、私は両親を早くに亡くしている。決して完全な孤独ではない。亮の親は厳しいが、愛情がなかったわけじゃないし、私も遠縁の親戚の家で育てられた。だけど、満たされないところがあるのは否定できない。だから私たちは、それぞれの趣味で、それを埋めようとしていた。亮はいわゆるカーマニア。私はファンタジックな恋愛創作物。そういうところの共感があったのだろう。話すほどに共感を得た私たちは交際するようになり、いつしか婚約するに至った。ただ、亮の両親に婚約を認めてもらうには時間がかかったものだ。亮の家はいわゆる亮家であり、それゆえに私のような普通の人間が婚約者となるのには難色を示された。特に義父には会うたびに表情を歪められていた。君の境遇には同情するが、それはそれ、これはこれだ。初対面でそんなことを言われたのは今でも印象深い。だが会うたびに気持ちが伝わっていたのだろうか、義両親の私たちへの厳格な態度は軟化していき、最終的に婚約を認められた。やったな、これで俺たちは夫婦になれる。そうね。そうやって喜び合った日のことは今でも鮮明に思い出せる。私たちはそうして夫婦となり、そこからは幸せな結婚生活が始まった。亮は社員として一層精を出し、退職した私は専業主婦として奮闘する。ここで終わればハッピーエンドだったのだろう。だけど私の好む創作物の一つ、ゲームのように、世界にはハッピーエンドもあればバッドエンドもある。もちろん単純に幸か不幸かでは現実はくくれない。ただ少なくとも私はめでたしめでたしでは終われなかった。その原因は亮だ。結婚して少し経った頃、会社から辞令が下り、亮は地方に赴任することとなった。夫婦での話し合いの末、私たちは揃ってそちらに移り住もうという結論に至った。主に給与面で待遇が良くなるという話なので、これから子供が生まれ育つ未来を思えば悪くないと考えたゆえだ。それで何かが変わるわけでもない、私はそう思っていた。だが結果から言えばその考えは間違っていたのである。車買い替えていいかな。きっかけは新天地での生活が始まった直後の亮の提案だろう。亮は独身時代に購入した中古の車を愛用し続けていた。実家の力は借りず、当時の亮の力だけで購入しようとした結果であり、新車購入が厳しかったゆえの選択だ。
もともとそう新しくない上、私たちのデートでもよく使用していた。車には詳しくないが、そろそろ限界なのだろう。思い出が詰まっているので少し寂しいが、致し方ない。そうして私がうなずいたので、亮は喜び勇んで車を購入した。この時私の意見はほとんど聞き入れられなかった。意見といっても車の色などのささやかな提案でしかない。それに初めて納得のいく新車購入ができる状況ではしゃぐように水を差したくなかった。だから苦笑しながら亮を見守っていたのだが、後を思えばここは違和感を覚えるべき場面だったのかもしれない。それまでの亮は私の意見を聞き流すことなく聞き入れてくれていたのだから。そうして亮が購入したのは少し派手な色合いとデザインの軽自動車だった。その前の中古車が実家から何か言われるのを恐れていたらしく、落ち着いた古めのデザインだったのを考えれば大きな変化だ。それは亮の心そのものを表していたのだろうか。亮はなんだかんだ実家のある地元から離れられずにいた。だがそれが今回の事例で結果として遠ざかることにより、精神的な呪縛から解き放たれた。亮にとって車の購入はその最終確認めいたものだった可能性はある。意識してか無意識かまではわからないが、何にせよそこから亮は少しずつ変わっていった。私に対してすぐには気づけない緩やかさで徐々に横暴になっていったのは始まりでしかない。それまではさまざまなことを夫婦で話し合って決めていたのに、いつしか亮の判断が優先されるようになり、勝手に決定されていった。次買い替えるの電子レンジにしようって言ってたよね。なのになんで勝手に車をまた買ったの？まあそう固いこと言うなよ。ディーラーさんが今がいいって言ってたし。少し困りつつ問いただしても、亮はのらりくらりとかわしていく。しかしそれでもまだこの頃の亮には申し訳なさぐらいは存在していた。それが目に見える形で失われたのは娘のひなの出産からだ。出産の後、夫の見る目や価値観が変わるというのは聞いたことがある。だが正直亮ほどあからさまに変化するとは信じられなかった。最初は当時の仕事の忙しさゆえに心の余裕がないだけと思っていた。だが実際はそうではなかったのだ。忙しさが落ち着いて以降、亮は私を求めることがほとんどなくなった。その上、私に対して威圧的に振る舞うようになっていったのである。家事、どうして手伝ってくれなくなったの？それにひなのことも一緒に面倒見てくれるって言ってたのに。結婚したばかりの頃、亮は率先して家事を手伝ってくれていた。そういう協力が夫婦円満の秘訣だ、と笑って。子供が生まれた後もそうして助け合っていくことを約束してくれていたのだ。だがそんなものなどなかったかのように亮は言い放つ。俺は仕事で忙しいんだ。家のことはお前がやれよ。稼ぎもしないくせに偉そうにするな。どうしても意見したいなら俺より稼いでみてくれ。専業主婦となっていたので、そう言われると正直肩身が狭い。だから当初は亮の言葉通りにできる限り自分の力で頑張っていた。ひなが生まれたばかりの状態なので在宅でできる仕事に挑戦しながら、そうして自分の言うことを聞く私の姿に亮は満足げだった。それでいいんだよ。うちはずっとそうだったからな。亮の実家は時代が移り変わっても古い考えのまま、義父が義母をこき使っていたという。かつてリオはそんな古い実家そのものを嫌っていたはずだった。だが年を重ねるにつれ、リオは自分の横暴さを実家がそうだったと肯定するようになっていった。実家、義父、義母がそうだから自分も同じようにするんだ
皮肉な話だ。ずっと縛られていたことから解き放たれた結果、自分を縛っていたものに近くなるなんて。だが実際に義実家が亮の言葉通りかというと、私は正直疑問だ。それらのことに亮は全く気づいていないようで、亮はただただ自分の欲望のままに生きていくようになっていた。ひなのことにもほとんど無関心だった。好きな食べ物は何なのかとか、何に興味を覚えているのかとか、まるで知らないし触れようともしない。そんなことだからひなには早い段階で冷たい視線で見られていたのだが、亮は気づきもしていなかった。それよりも車にご就寝で自分好みの車の販売を知るたびに、何かしら理由をつけて購入をするようになっていた。うるさいな。俺の金を俺がどう使おうと勝手だろうが。3代目の購入でさすがにやりすぎだと意見を伝えたが、亮はそう言って聞こうともしない。でもこのままだと生活が厳しくなるし。きついって言うんなら自分で何とかしろよ。ま、無理だろうけどな。そんな私を鬱陶しく思ったのか、徐々に亮の家にいる時間が少なくなっていく始末。それでもまだ数年前まではマシだった。生活は荒れても、ひなの将来のための口座までには亮は手をつけなかったのだから。ただそれも時間の問題かもしれない。危機感を覚えた私は私なりに仕事を続け、家計や備えの足しにするようにした。だがそれでお金の問題が解決できたわけではない。そうこうしているうちに亮は最後の一線を越えてしまった。亮、どういうことか説明してもらえる？あ？何がだよ。ひなのための口座からお金を引き出したでしょ。私が亮と同じ会社で働いていた時の貯蓄も合わせたひなの学費用の口座、そこに貯金したお金が減っているのを知ったのは、私の稼ぎの一部をひなの口座に入れた時だ。通帳自体は亮が握っているので詳しい明細はわからない。だが利用の都度出る明細の金額が目に見えてわかるほど減っていれば気づいて当然だ。大切なお金を多少とはいえ使い込んだことも手ひどい裏切りなのは間違いない。だが亮はさらに別の一線も超えてしまっていたのである。一体何に使ったの？また車なの？今回は車じゃねえよ。まあ古くなってきたからそろそろ買い替えたいのは事実だけど。ヘラヘラと笑う亮にはもはや結婚した頃の紳士さは欠片もない。悲しみと困惑を感じていた私に、亮はさらに衝撃的な言葉を言い放った。女だよ、女。今はもうお前にはない魅力を他のやつに求めて何が悪いんだよ。え？何を言ってるのか分かってるの？亮の言葉は他でもない、浮気を公言している。あまりのことにあっけに取られる私に、亮は悪びれもせずに告げる。浮気してるって言ってんだ。まあ今となっては向こうが本命だから浮気じゃないけど。わけのわからないへりくつを言い放つ亮の笑顔、それを見ていると私はたまらなく悲しくなった。だが亮はそんな私の悲しみに気づくことはない。それどころかそんな思いをさらに強める言葉を重ねていく。言っとくけど俺の実家にチクっても無駄だからな。父さんたちなら笑って許してくれるだろうし。どうしてそうなるのよ。だって浮気は男の解消って時代の人間だぜ。そんな昔の言葉が今の浮気の理由になると思っているのか。亮は自慢げな様子だ。そして本気でそう思っているのだろう。でなければ臆面もなく浮気を私に告げるはずがない。その事実を理解して私の中の亮への愛情が明確に冷めていく。これまでもその傾向はあったが、今回の明らかに馬鹿げた行動が決定打になった。時期を見て離婚するから覚悟だけはしとけよ。
人をバカにする笑みを残し去っていく亮を見て、私は強く思う。もうこれ以上亮に付き合ってはいられない。このままでは私はともかく、ひなの人生までめちゃくちゃになってしまう。そんなことはさせるわけにはいかない。そう考えた私は、密かに動き出した。それと同時に、私はひな自身に改めて尋ねてみる。ひな、お父さんのことをどう思う？この頃、ひなは高校受験に向けて最後の一押しに励もうとしていた。そんな状況で集中を散らすのは気が引けたが、このままだと受験や高校生活どころではなくなるかもしれない。申し訳なく感じながらの質問に、ひなはあっけらかんと答えた。嫌いかどうかってことなら、大嫌い。だって、お父さん浮気してるでしょ。知ってたの？驚く私に、ひなは渋い表情を隠そうともせず、言葉を続ける。やっぱり、時々お母さんじゃない香水の匂いしてたから、なんとなくだったんだけどね。私、知ったのつい最近だったんだけど、すごいね、ひなは。お母さん最近仕事で忙しかったから仕方ないよ。ごめんね、黙ってるつもりはなかったんだけど、難しくて。ひな曰く、私が気づいていなければ檻を見て伝えようと思っていたらしい。だが、私がいつも忙しそうで話すタイミングがつかめなかったそうだ。ごめんなさい、気を使わせてしまって。気にしないで。それでどうするの？え？と目を瞬かせる中、ひなは何でもないことのようにあっさりと言った。お父さんと離婚するんなら私は大賛成だよ。受験のことは気にしないでいいから。むしろ嬉しくて調子が良くなるかもしれないし。笑顔を見せるひなに私はほっとする。離婚するにあたって一番気がかりだったひなだが、全く問題ないようだ。なら念のため時期はもう少し待つとしても、離婚すること自体は問題じゃない。問題は私と亮どちらが主導権を握れるかだろう。亮にしても、離婚するなら自分が有利な形で行いたいはずだ。そんなことを考えているうちに時間は少し流れ、ひなの高校受験が終わり、無事合格した。一応亮にそれを伝えたところ、彼は珍しくひなのことで嬉しそうに笑った。そういうことなら父さんたちに知らせてお祝いしないとな。この間私に離婚をちらつかせていたとは思えない言葉と表情だ。疑問には思ったが、言葉自体は否定するようなことじゃない。なので曖昧にうなずいた結果、一週間後に義実家でささやかな合格パーティーを行うことになった。パーティーといっても軽い食事会のような感じらしい。義両親もひなに対しては私たちほど厳格ではなく、関係は柔らかめである。だからなのか、ひなも亮の提案であることには難色を示していたが、義両親に会うことやパーティーは楽しみにしているようだ。だが私は正直不安感が拭いきれない。しかし明確な答えが出せるわけでもなく、あっという間にその日を迎えた。私とひなは複雑な気持ちを抱きつつ、亮の運転する車に登場する。逆に亮はどことなくご機嫌な様子だ。そんな何とも言えない雰囲気の中、1時間ほどかけて私たちは義実家に到着した。よく来たね。さあ、今日はお祝いだ。好きなだけ食べていくといい。ああ、すごいね。通された広々とした居間には、寿司をはじめ、さまざまな料理が並んでいる。ひなに対してなのだろう。中にはピザなどの、義両親はあまり好まないだろう食べ物もある。それだけで、義両親の厳しい中にある思いが垣間見える気がした。私がそんな気遣いにお礼を告げようとした時だ。食事の前に話したいことがあるんだけど、いいかな？亮が私たちを見渡しながら
そんなことを言い出す。手短にな。私たちは少し困惑するが、義父は冷静かつ穏やかにそう答えた。義母はそんな義父のそばで小さくうなずいている。それを確認した亮はニヤニヤ笑っていた表情を幾分引き締めて声を上げた。ひなも無事合格できたから、今まで我慢してたことを話させてもらう。俺はもう限界なんだよ、アキコ。離婚させてもらう。は？戸惑う私に対して亮は朗々と告げた。聞いてくれよ、父さん母さん。アキコは前からひなのための口座からお金を引き出して使い込んでるんだ。あまりにも突然かつわけがわからない発言だ。というよりお金を使い込んでいるのは亮の方だろう。私があっけに取られているうちに亮は証拠と言って通帳を義両親へ差し出した。ちょっと待ってください。通帳はずっと亮が持ってるんです。慌ててそんな嘘をついてもダメだぞ。というか金が動いているのが問題なんだからな。ひどいよな、娘のためのお金をほとんど使い切るなんて。やられたと少し頭を抱えたくなる。これが今日のパーティーを提案した目的かと。通帳にはお金が引き出されたことだけが記載してあり、それが誰によるものかはわからない。そして普通に考えれば息子と義理の娘であれば息子を信用するだろう。私を悪者にした上で離婚し、慰謝料を奪った上で愛人と再婚する。それが亮の狙いなんだと思う。義両親が険しい顔で通帳を眺める中、亮は私のそばに寄って耳元でささやく。口座のお金、新車購入に使わせてもらったぜ。いくら主張しても私の言葉など信じてもらえるはずがない。そう確信しているのだろう。亮はそう言って笑いながら言葉を紡ぎ続ける。貯金はまた貯め直せ。完全に自分の勝利を確信している。そんな余裕ぶった顔だ。だが最後までそんな顔をしていられるかどうかはまだわからない。ところでさ、一つ聞きたいんだけど。あ？あの通帳の最後の日付、いつになってるの？私の問いかけに亮は一瞬怪訝な表情を浮かべた。だがどうせただの負け惜しみか何かとでも思ったのだろう。一週間前だけど。はあ、給料かなんか振り込んでたっけ。スズメの涙だろそんなの。また貯めなくちゃいけないよな、学費。亮はそう言って再度私を嘲笑う。だがその言葉を聞いて確信する。私たちの勝利よ。だから私は心配げにこちらを伺っているひなにうなずいてから比較的大声で告げた。ここにいる全員に聞こえるように。え？もう振り込んでもらったよ、あなたの愛人から600万。嘘だと思うなら今からでも通帳に記帳してきたら？は？通帳を確認し終えて私に何か言葉を向けようとしていた義父。しかしその言葉は私の予想外の発言の前に無賛してしまったらしい。一瞬ポカンと大きな口を開けていた。義母や亮もそれは同じだ。だがすぐに気を取り直して義父は私に尋ねる。どういうことか説明してもらえるかな？わかりました。愛人というのは亮の浮気相手のことです。今ここにはいませんが、彼女との話し合いはすでに終わらせています。何？全くの予想外だったのだろう。亮はさっきまでの余裕はどこへやら、目を見開き驚きをあらわにしている。お前何を言ってるんだ。いや、というか話し合いが済んでるって一体どういう意味なんだよ。文字通りの意味だけど、彼女泉みどりさんとの話し合いは終わってる。私は決意を固めた後、更新所に依頼して
寮の周辺を徹底的に探ってもらっていた。その結果、愛人の素性や立場、その他もろもろ、大体のところを把握している。というか、愛人のことを自分から口にしておいて、調査されないと思っている方がおかしい。まあ、それだけ寮は私のことを舐め切っていたのだろう。あるいは収入源の自分と簡単に別れることはできないと思っていたのかもしれない。どちらにしても私をバカにしているがゆえの発想だと思うが、泉みどりさん、年齢は29歳、職業は会社員、寮の会社の取引先の事務員さんよね。私はつらつらとみどりの情報を語っていく。驚きからか、寮は金魚のように口をパクパクと動かすことしかできないでいる。邪魔されるのは面倒なので、私はこれ幸いにと話を進めた。泉さんは羽振りのいい寮に惹かれたって言ってた。これってお金に惹かれたって言ってないかな。言ってるよね。だよね。ひながクスクスと笑みをこぼし、私もそれに乗っかって笑ってみせる。それが挑発だと気づいたのだろうか。亮はプルプルと怒りに震え出した。そんな姿を意に介さず、私は言葉を紡ぎ続ける。で、あんまり羽振りが良かったから、付き合い続けてできる限り金をむしり取りたいと思ったんだって。結婚したいとか言ってたのも、そのためらしいよ。そんなバカな！そこでようやく亮は私の言葉に異を唱えた。違う、みどりはそんなんじゃない。へえ、じゃあどんなの。みどりは俺の人格とか仕事ぶりに惚れてくれたんだ。真面目な俺が素敵だって言ってたし。真面目ではないだろう。それを聞いて私は思わず吹き出しそうになった。何がおかしいんだよ。そもそも真面目な人間は浮気をするはずがない。そんな簡単なこともわからないのかと私は大笑いしそうになった。ひなも同じ気持ちのようで、口元を押さえて肩を震わせていた。だけどまだ話は続いている。岐阜の視線もあるので、私は爆笑したい衝動をどうにか抑え込んだ。残念だけど、泉さんは亮が思ってるような人じゃないみたいよ。何を根拠に言ってるんだ。ムキになった亮は半ば叫んでいた。どうやら亮は割と本気で緑に入れ込んでいるらしい。だがそれは決して報われない。なぜならば、だって彼女、裁判して慰謝料を払ってもらうって話したら即座に亮を切り捨てたから。はあ。私がそう告げると亮は信じられないとばかりの声を上げる。だが事実は覆らない。事実、緑は亮を見捨てたのだ。裁判だけは嫌、何でも話すし協力するから許してほしいって。だから私、裁判せずに慰謝料を払う方向で協力してもらったの。緑は裁判だけはどうしても避けたかったようだ。相場よりも高額な600万を振り込むことと、亮と離婚する際私が有利に進むように全面協力するという約束を取り付け、彼女とは決着をつけた。嘘だ。嘘じゃないわよ。いろいろなことを教えてもらったもの。あなたとの馴れ初めや使ったラブホテル、それから何をいつ頃どれぐらい貢いだのかとかもね。私の言葉が何を意味しているのかを悟ったのだろう。さっきまで景色ばんでいた亮の顔から血の気が引いていく。それを横目に、私は念のため持ってきていた品々の中、緑からの情報を書き込んだメモ帳を確認する。今日の量がおかしいのは明らかなので備えをしておいたが正解だった。お父さん、去年の11月頃20万くらいお金が引かれてませんか。通帳を持っている義父に確認の言葉を向ける。少し険しい顔で状況を見守っていた義父は淡々と通帳のページをめくっていく。やがて該当するページにたどり着いたようで、眉間のシワをより深めていた。
確かに惹かれているようだ。これは何に使ったんだ？ブランドバッグですね。今年の最新だとかなんとか。私は詳しくないのでよくわからないんですけど。そう言いつつ、私は緑への貢ぎ物のうち、ヒナの口座が使われ出した頃についていくつか述べた。多少金額が前後することもあったが、大枠では合致していると、まあこんな具合ね。つまり私が口座のお金を使い込んだというのは寮の嘘です。そう言って肩をすくめてみせると、寮は憤慨した様子で声を上げた。それがどうしたってんだ。たまたま金額が合ってただけで何の証拠になる。それを言ったらお父さんの言うお母さんが使い込んだって話もそうでしょ。亮とは対照的な冷静さでひなが指摘する。引かれた金額だけ見せて使ってましたなんて普通通らないんじゃない。お父さんなんか勢いでごまかそうとしてたけどね。ひなの言葉はごもっともだ。冷静に考えれば通帳記録だけで私を犯人にできるはずはない。警察なりに通報して調べるところまで調べれば多分覆すのは容易だろう。お金を引き出した際の銀行の出入りなどを調べればきっと十分だ。だが亮は完全に私をバカにしきっていた。そこまでするはずがない、できるはずがないと思い込んでいたのである。自分が圧倒的に優位で私はただおとなしく従うだけだと。だが他ならぬヒナのためのお金を使った時点で私にはそんなつもりはなくなっている。私の大切な娘のために制裁をためらうつもりはない。それだけじゃ何の証拠にもならないって言うなら他にも証拠はあるから。言いながら私は持ってきていた証拠の一部をバッグから取り出した。お二人にあまり見せたくないのですが、愛人である泉みどりさんとの関係についての証拠です。更新所に集めてもらった写真には二人のデートのほか、ラブホテルに出入りする姿、キスする場面などが写っている。どれも浮気の証拠としては十分だろう。私が写真の束を岐阜に渡そうとした時だった。それが何だってんだ。亮がそんなことを口走りながら私の手から証拠を奪い取る。あっと思ったのもつかの間、亮はそれらをビリビリに破り捨てていった。何だってんだって言いながら証拠隠滅はどうかと思うけど。小さくため息をついてから私は亮へと向き直る。よほどの興奮状態なのか亮は肩で息をしていた。うるさい。あと証拠なら他にもたくさんあるし。うるさいって言ってるだろ。浮気が何だってんだよ。私の言葉を遮って亮が放ったのは現代社会のあり方から離れた時代錯誤の言葉だった。女はな、何も言わずに夫を支えてりゃいいんだよ。あ、最低。小さくだが嫌悪感たっぷりにひながつぶやく。だが実子のそんな言葉さえ亮の心には響かなかったらしい。亮は表情を醜く歪めてさらに声を上げる。俺が言わなきゃ浮気にも気づかなかったやつが偉そうに。お前らの飯は俺が食わせてやってるんだぞ。なあ、そうだよな父さん。そしてその言葉の方向は亮の父へと向けられた。俺今ようやく父さんの気持ちが分かったよ。母さんに厳しくて当然だ。ちゃんとしつけしないと。こいつら俺の偉大さが何も分からないんだよな。にちゃりとでも擬音がつきそうな気味の悪い笑みを亮は浮かべている。本人にその自覚があるのかは分からない。正直鏡を見せてやりたい気分だ。だが亮自身は絶好調とばかりに語り続けている。父さんなら分かってくれるだろう。たかが浮気ぐらいで騒ぎやがって。浮気は男の解消だって。しかしそんな調子が続いたのはそこまでだった。パンと鋭い音が響く。他でもない岐阜が
亮の頬を平手で叩いたのである。父さん、何を。亮はあまりの痛みに思わず頬をさすりながら義父の顔を改めて見た。そこでようやく気づく。義父が浮かべていた鬼のような形相に。何がわかるというんだ。お前は私をそんな風に見ていたのか。だって父さんはずっとそんな考え方だと思ってたし。ふざけるのも大概にしろ。義父の上げた怒号に亮は再び悲鳴を上げた。そんな二人を義母は悲しそうな瞳で静かに眺めている。確かに母さんやお前に対する私の言葉や表情は厳しかったかもしれない。だったらだがな、私は母さんやお前を悲しませよう、苦しませようなどと思ったことは一度もない。そうして向けられた義父の厳しい眼差しに亮は心底怯えているようだ。この様子だけでもわかる。義父が心から亮や義母に本当の意味で怒りを向けたことなど今まで一度もなかったのだと。だから初めて向けられたそれに亮は戸惑い恐れている。一方義母はただ悲しげな眼差しをするばかりだ。結婚前、私は亮から義両親の話を聞いて漠然と理不尽な難癖をつけてくるイメージを抱いていた。だが実際に何度も会うことでそれは間違いだと気づいたのだ。確かに義父や義母の言葉や視線は厳しかったが理にかなったものだった。理不尽な事柄をただ押し付けたいだけなら態度を軟化し結婚を許すはずがない。結婚相手の家柄を気にしていたのも亮を心配してのことだ。古い考えといえばそうだが、身元がはっきりしているという意味で両家の誰かが相手であれば安心できるのは事実だろう。そもそも本当に厳しすぎるのであれば、今の今まで義両親当人たちの夫婦関係が維持できているとは思えない。もちろん世の中には従わざるを得ないような関係を強いてくる人間もいるのだろう。だけど何度か会ってきた義両親が時折交わす視線にはそういった嫌な関係性はまるで感じられなかった。つまり亮は自分の都合のいいようにしか見ていなかったのだろう。自分に厳しさを強いる家に反発する理由、私と親しくなるための理由、そのために義両親の関係や教育を実際よりも悪いものとして考えていた。それは義両親だけに限った話ではなく、私とひな、緑に対してもそうなのだろう。自分にとっていい形でしか物事を見ようとしない。それが亮の本質であり正体だ。義両親はそれが分かっていたのではないだろうか。だからこそ厳しく亮を育てていたのかもしれない。だがそんな義両親と離れた結果、亮のタガは外れてしまった。しかも浮気が男の解消だと。ふざけるな。浮気する人間が正しいわけがないだろう。それはただただ真っ当な紛れもない事実。家が厳しいとかそんなことは関係なく簡単にわかるはずだ。それを亮は都合のいいへりくつで見て見ぬふりをした。当然の事実を真っ向から突きつけられて、亮は間抜けなうめき声を上げた。そんな亮への思いをため息で表した後、義父は私に向き直る。この度は愚息が取り返しのつかないことをしてしまって大変申し訳ない。私に向けて深々と頭を下げた上で義父はきっぱりと告げた。こんな愚息に付き合うのはあなたにとって時間の無駄だ。どうか別れて新しい人生を生きてほしい。もちろん慰謝料は支払わせるし、あなたに有利な財産分与をさせる。なんだって。お父さん、いいんでしょうか。きっと義両親としては亮を味方したい気持ちもあったはずだ。もちろんそうなっては困るが、それが親心だと思う。そんな私の問いかけに
岐阜は深くうなずいた。そしてそんな岐阜の姿を見て、これまで沈黙を貫いていた義母が口を開く。あきこさん、あなたは本当に優しい方ね。そんな優しいあなたにあぐらをかいた愚か者など許さなくていいわ。私たちの堪忍袋も先ほど完全に切れたのだから。お母さん、ありがとうございます。礼は必要ないわ。むしろ私たちこそごめんなさいね。ここまでバカな子だったなんて、情けなくて言葉もないわ。そう言って義母は少し涙ぐんでいた。亮の行動は親心の許容限界を超えてしまった。自分勝手な行動を重ね続けた結果だから亮は自業自得だが、義両親に対しては私の心が痛む。ひなも義両親に対して悲しそうな表情を向けている。だというのに、ふざけるな、そんなの許されるもんか。肝心の亮だけが未だに現実を飲み込めずに騒ぎ続けていた。さすがに義父もうんざりした表情を亮へと向けているし、ひなに至ってはお仏を見るような眼差しだ。許されないのはお前だ、亮。そして仮に私たちが何もしなかったとしても結末は変わらん。浮気の証拠は山のようにあるし、愛人も慰謝料減額のために証言するだろう。裁判を起こしたところで亮に勝てる要素はない。義両親の協力を得ればなおのことだ。それが分かっていないのか、あるいは何か秘策でもあるのか。顔を引きつらせながらも亮は笑っていた。そうだな、結末は変わらないさ。だってそうだろ、アキコ。お前の稼ぎで二人生活できるわけないからな。お前たちは俺を頼るしかないんだよ。いや、さっき泉さんに振り込んでもらったって言ったでしょ。嘘だ、そんなわけない。それが本当だとしても、ひなの高校や大学の学費ですぐになくなるに決まってる。子供がダダをこねるように首をブンブン横に振った末に出てきたのは、亮にとっての希望的観測でしかなかった。それが間違いだと伝えるために私は告げる。残念だけどそれは亮の思い込みよ。今の私は十分にひなと一緒に生きていける。私はバッグの中から私個人の通帳を取り出し開いてみせた。それを目にした亮は間の抜けた声をこぼす。はあ？なんで？お前ほとんど家にいてどうやって稼いだんだよ。通帳に記載されているのは1000万近い貯金額。それが信じられないと唖然とする亮に、私は何でもないことのように言った。在宅でできる仕事って結構あるのよ。私の場合はライターね。ライターだって。私たちに興味のないお父さんは知らなくて当然だけど、お母さんたくさん仕事してたからね。私は家にいる中、時間の隙間を縫ってずっとネット上で様々な文章制作の依頼を受け続けていた。亮が言ってたじゃない、俺が稼いだ金に口出しするな、自分で何とかしろって。だから頑張ってみたのよ。とはいえ何をすればいいのか最初は途方に暮れたものだ。だからまず自分が好きなものを起点にしようと考え、文章を、中でも物語を書くことにたどり着いた。もちろん最初からうまくいったわけじゃない。何せ私がライター業を始めたのは最近のようなちゃんとしたオンライン上で依頼を受けるシステムがなかった頃だ。雑誌投稿を繰り返しても成果は出ず、何度も失敗を重ねたし、依頼自体見つからない、出してもらえない日々も少なくなかった。だけど地道に日々重ね続けることで評価をもらい、いい評判を流してもらえるようになり、今のお母さんゲームシナリオの依頼とかも引き受けてるんだからね。私でも名前は知ってるくらいの有名作品とか。
最近ではそんな大きな依頼さえも出してもらえるようになっていた。それでもまだ不安定な収入だと言わざるを得ない。だけど今の仕事の中で手応えは感じているので、あと少しだけ時間があれば十分だ。そしてそれはこれまで貯めてきた分で埋めることができる。ちなみに共通口座に入金してきたのは全体の収入の一部だ。寮の本性があらわになっていくにつれ、正直に全額入金するのは危険じゃないかと感じるようになったゆえの判断である。実際寮が勝手に使い込んでいたので、その判断は正しかったと言えるだろう。そんなわけだから、もう私たちにあなたの力は必要ないの。慰謝料と養育費はありがたく頂戴するけどね。嘘だ嘘だ、そんなことあるもんか。じゃあ俺はもう居場所がないってのか。よほどショックだったのか、亮はしばし呆然とブツブツとつぶやいていた。だが唐突に顔を上げたかと思うと、血走った目で叫んだ。そうだ嘘だ、緑は俺を見捨てない。全部お前たちの嘘に決まってる。俺は必要とされてるんだ。そう言いながら私たち全員の顔をにらみつけた後、亮はこの場から飛び出していった。ダットのようにという表現がそのまま当てはまる逃げ足だ。大丈夫かな。ひなが言った大丈夫は、亮の無事というより迷惑をかける人間がいないかどうかだろう。だが今から追いかけてもおそらくは追いつかない。となればしばらくは放置するしかないだろう。いざという時は私が連れ戻すから心配は無用だ。そんな私たちの意をしっかりと汲んでくれたのだろう。岐阜の言葉に安堵する。となれば今の心配事は。しかし困ったな。こうなると思わなかったから頼みすぎたかもしれん。そう、この場に残った大量の食べ物をどうするかになる。私とひなは顔を見合わせ苦笑しつつ、二人揃って義理おしんに頭を下げたのだった。それから少し意外な展開となる。まず寮の愛人だった緑だが、彼女は警察に逮捕された。そもそも私は不思議に思っていたのだ。あっさりと高額の慰謝料を振り込んできた。緑の実家あたりが金持ちなのかもと思ったが、もしそうならそもそも寮にすり寄ったりはしないだろう。そのからくりはというと、実は彼女一種の詐欺師だったのである。寮と同様に多くの男性にすり寄って金をむしり取り、緑は結構な金額を貯め込んでいたらしい。そのことが一人の男性にバレて警察に通報、緑はあえなく逮捕されたそうだ。そうなると緑に居場所を求めた寮はどうなったのか。緑の逮捕でそれが叶わなくなり、呆然自失となっていたところを岐阜に発見され取り押さえられたそうだ。だがそうなったことで追い詰められた寮は、あろうことか私たちにすがってきた。俺が悪かったよ。だからさ、もう一度やり直そう。もちろんそんなよまよい事を受け入れる義理はない。なので私とひな、それぞれに電話をかけてきたことを岐阜に伝えた。すると再び岐阜は大激怒。逃げ場のない状況でこれ以上なく徹底的に寮を絞り上げたそうだ。その結果寮は私との離婚に同意。慰謝料と養育費の支払いを約束の上、財産分与も私たちに不利にならない形で承諾した。現在の寮は義両親が少年を鍛え直すとのことで義実家にいる。会社へは距離のある義実家からの出勤になるので相当早起きしなければならないらしい。その上、会社には私たちの離婚についてすっかり伝わっていた。もともと私がこの会社の社員だったからだろう。寮の様子がおかしいことに気づいた社員が、寮と結婚したかつての同僚である私に事情を尋ねるべく連絡を取ったからだ。
同僚としては寮のミスの巻き添えを食らいたくはないだろうし、当然だろう。そんな疑問に対し、私は隠す理由がないのでありのまま答えた。そして私からもたらされた回答は瞬く間に社内に伝達されていった。全てを知られた寮は周囲から冷たい視線を向けられ、針のむしろ状態だそうだ。毎日ストレスにさらされた結果、今の寮はすっかり痩せ衰えてしまっているという。私たちはというと、寮というストレスの元がいなくなったことで快適に生活していた。ひなは少し前から高校に通い始めている。私たちの離婚が尾を引いたりしないか心配していたが、そんなわけないじゃないと楽しげな笑顔であっさり否定されてしまった。何にせよ影響がないなら何よりだ。私は当時執筆していたゲームシナリオが極めて高い評価をもらったことで、現在依頼が殺到している状態だ。さすがに依頼すべてを受けるわけにはいかないので、丁寧に一つ一つ内容を確認させてもらっている。嬉しい悲鳴とはまさにこのことだろう。今回の経験が今後何かの参考になればありがたいのだが、若干突拍子もない話なので難しそうだ。それでもいつか機会があれば何かの形で話をまとめるのは悪くないかもしれない。嫌な記憶ではあるが、あの出来事も私たちの思い出であることは否定できない。寮のように自分の都合のいいままに受け取らないためにも、書き記しておくことには意味がある。その時が来ても困らないように、少しずつ当時について書き留めていこう。そうしてまとめたものをいつか娘と一緒に笑って読むことができたらいいなと、私はなんとなく思ったのだった。